いから今日服が。こんばんは。今日はですね、すごい今日喉がね、割と痛いんですよね。なんかすごい戦場劇場が意外と乾燥してるんですよ。もう乾燥注意報出てるやんと思うぐらい乾燥してて、そう2日間ね歌って踊ってしてたらね、喉がねやられた。そう、海なのに、そう海の上にあるのにね、中は別に海じゃないから。そう、加湿器置いてないよ。そう乾燥してる、だからすごい。そう、しかも今さっきまでお布団入ってて、寒くて部屋が布団入っててぬくぬくしてたから、お布団から出たから今寒い。風邪ひいちゃう。布団配信でいい？本当に？じゃあ布団で待っていっちゃうか。でもせっかくここに移動したのでね、ちょっとだけ暖房上げて、よいしょ。よいしょ、ただいま。ちょっと暖かくしてきた。そう、お布団大好きなんよね。なんか布団があるだけですごいなんか幸せになれる。幸せになれない。お布団ラブ。来週さ、クマやった。クマね、黒珍しくない。そう、黒珍しい。でもなんかレッスンとか、そうちょっと声変なんだけどね、ごめんなさいね。そうなんかレッスンとか、あとレッスンとかでしか着ないか。レッスンとかでしか着ないか。学校行く時とかも黒多いかも。でも目立ちたくないから。黒着てるの。そう。そう、なんかすごい声が低いんだけど。ホテルで坂道グループイコール着替えさ。クマありがとう。黒も似合うのに、あ、黒似合う、嬉しい。黒ちゃんセットです。アニピョメイト、そう今日はね成人の日なので、皆様、成人された皆様はきっと今あれですかね、みんなでパーティーお祝いしてるのかなと思うんで、見れてないかもしれないんですけど、おめでとう。ハネピオは成人しました、今年。そう、ハネピオは多分スーツな気がする。知らんけどスーツな気がする。アニピオの身長、アニピオは高いんですよ。ヒナが低いんですけど。そう、アニピオ普通の男性サイズです。はい、ね、私は成人式明日の方もね、確かにいると思う。3人兄弟、そうですね、3人兄弟です。アニピオとヒナと妹で三人兄弟。さつあこんちぴょ、ありがとう。書き初め見た、ありがとう。そう、戦場劇場にね書き初めを今飾ってて、そうこの間書きました。ニコニコって書いて、ニコちゃんマーク書いて、星をキラキラさせました。そ
かニコニコだけじゃニコニコ感が出なかったので、ひな的になんかちょっと顔文字とかつけたくなるんで、現代っ子なんで現代っ子なんで顔文字とかつけたくなっちゃうので、かぎ染めなんですけど顔文字とキラキラをつけましたそう現代っ子そうね、今年はねたくさんニコニコ皆さんと一緒にできるようなね一年になりたいと思います。そうキラキラとニコニコで迷ったんですけど、ニコニコにしちゃったんですよね。そうキラキラでもよかったそうかぶっちゃったニコニコキラキラにしとけばよかったな擬音みたいな言葉しか使わないうん、今日ずっとニコニコだった。そう今日ずっとニコニコだった。かっこいい曲の時はねバッて決めたんですけどねそう今日なんか歌詞に入り込みすぎてなんか自分が何なのか分からなかった途中あ、なんかすごいすごい感情になったんですよ今日初めて。あんな気持ちは、うん、早く生で見たい、おいでみ、うんそうなんかかっこいい曲を続けてやるんですよ。なんか残念少女をやった後にあの愛しきライバルやって、それで愛しきライバル終わった後に順々なセーブやって、で手遅れコーションやるんですけど、なんかかっこいい曲ばっかりやってるからなんかいつものニコニコ感がそうなかなかなくなっちゃって、そうもう何が自分なんかよくわからんこうなった、うんやばいどん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 指立っていっちゃう感じがすごいやばいです、私的にそうくしまひくんくもありがとうカッコピオカッコピオになってたわそうイケメンピオちゃんなんかでもなんか自分的にこう設定をちゃんと考えてやろうと思ってるからそうだから残念少女の時は本当にそういうなんか反抗期っていうか反抗的な女の子って感じを頑張って意識してやってて、その後の愛しきライバルはもうなんかライバルなんかライバルはやっぱりこうなんかあるどうしてもなんかこういうアイドルとかいう世界にいたらあるものだけど、でもなんかねそれもまた愛しいものみたいなそうでもすごいでも負けないみたいな曲だからそういう気持ちでいてそう喉が痛い。ゆうびたさんくもありがとう。かもおてたの坂道グループイコールにさん、んイコール生きがいさん、めっちゃ可愛いありがとう。そうその後の順次なセーブは私は主人役なので、もうなんか主人の感じを出したらもう主人ぐらいからもうだんだん何が自分なのか分からなくて大変でした。なんかひなもしかしたらもしかしたら主人なのかもしれないという感情になって、手遅れコーションでなんかメンヘラ大発動して、そうもうなんか自分がよく分かんなくなっちゃいましたねはいあーってなって MC の時になんか分かんない、なんか自分今なんだろうって思って自分今岩田ひなだってなったそうでも岩田ひなってなんだろうってなった、難しい感情がごちゃごちゃですね。そうまだ慣れてないから慣れてないからなかなか難しい。あ、できたできたできた、大丈夫できたよって、うん、できたよって、じゃあね、はい
かんない、なんで真っ暗になったんだろう、怖。ただいま、なんか真っ暗になっちゃった。なんで真っ暗になったんだとは思う。ただいま。そう、きっとみんなコメント欄で会話してたんだと思う。今の時間はファンとファンとの交流時間でした。すみません。そう、なんか真っ暗になっちゃった。そう、なんか突然あのスマホちゃんが急に不機嫌になっちゃったかもしれない。おかえりなさい。ただいま。イモピオ、イモピオ。いや、それと神様のメッセージ。いや、そんなことはない。私はショールーム配信をやるんだ。今日はやるって決めてるんだ。そう。スマホが正月ポケ。ねえ、正月配信したじゃん、ひな。意外と配信してるの。フリーダムさん、めっちゃ可愛い。ありがとう。スマホメンヘラ。メンヘラは本当だよ。よくない。タキーさん、パパカパン、ありがとう。そうなんですよ。今英語とか中国語とかを覚えないといけないんですよね。そう、頑張って覚えないといけない。どうしよう、明日も休めないですね。明日もお仕事頑張って行ってきます。そうね、頑張ろうね。今英語と中国語勉強してるひなと一緒じゃん。もう今から始める。今からかーい。考えし終わったら始めるわ。今からなんかーい。今日寝ちゃったパッキーベビー。赤リップ、赤リップですよ。黒着てるとね、赤いリップつけたくなるね。修正になります。岩田ひなは。でも今日はメイクあんまり全然違うんです。アイメイクとかもね変えてみた。そう、今日お昼の公演がね、韓国アイドルさんみたいな髪型にねしてもらったので、そうから韓国アイドルさん風メイクにした。そう、わかんないのね、みんな画面越しで伝わらない。あったらわかったい。そう、今はもうハーブツインテールにしたからネジネジの岩田ひな感あるけど。そう、 K-POP 的な、そう K-POP 的めっちゃ噛んだよ。 K-POP 的なね、それになろうとしたんです。今日18歳に見える？18歳にはまだなったことがない。大丈夫さん、クマありがとう。クマすごい神々しくなる。今日クマってポーズしたら黒い服着てるから。そう、神々しくなる。大丈夫なそう、大丈夫なそう。そう、でも明日までにちょっと喉直したいので、そう、いっぱい蜂蜜を舐めます。プーさんになりたいと思います。そうそう、いつもより正解ないある。正解ね、よくわかった。天才じゃない、最高かよ。岩田プーさんに私はなりたいと思います。プーさん名言多いんだから、みんなプーさん本当に見た方がいいよ。プーさん名言で調べてあの見るのもいいけど、本当にプーさん名言多いから見た方がいいと思う。
今日のご飯使い様ってありがとう。そうそうですね、昨日もね公演あったし今日も公演あったし乾燥すごいしてるんですよね。だからもうめっちゃ脳がなんか変なんてするけど、ね、スヌーピーもわかるわかる、スヌーピーも神だよね。昨日もスヌーピーの名言よく見てるよ。よくは見てないけどたまにごくごくたまにですけど、はちみつ大好き。ひなが幼稚園以下ぐらいのもう、あ幼稚園以下はないか、幼稚園幼稚園以下なかった、幼稚園ぐらいの時はプーさん推しでした。うん、マジの話でマジでプーさん大好きだった。やあピグレットめっちゃ好きだったプーさんのこと、僕は私幼稚園の時からそれはもうひな何歳やって感じやん。幼稚園の時って今ですか、どっからどう見ても今やないバタバタ。マイメロに支援、そうマイメロとの出会い、だマイメロとの出会い話したらもうちょっとガチ恋感出ちゃうから。そう。もう今はマイメロ一択なんですけど。あーすごい好き、本当に好きなんですよね。そう。マイメロにガチ恋なんで、初期メロディーって感じ。プーさんの思いはどこ、プーさんも好きだけど今もでもなんかもう圧倒的って感じ。そう圧倒的って感じ。ひなマイメロを耳がこうピョーンってまっすぐ立ってた頃のマイメロは別にそこまで美味しいじゃなかったんですよ。でも次マイメロここの耳が折れ始めたんですよ1個ね。そこからちょっと可愛いなと思って、もっと進化系が今こうなんですよ。マイメロちゃんシナモンと同じ形の耳を今なってて、もうそこからもう私はマイメロにマイメロに一筋になりました。たまらん、垂れ耳、垂れ耳たまらんってなりますね。そうマイメロの進化、そうマイメロも進化してるんですよね。あのミッキーマウスも進化してるのと同じです。本当にマイメロも進化し続けてるんで、本当に今度発売されるマイメロのグッズめっちゃ可愛いんですよ。もう早く買いたい早く買いたいのに、全然サーニオショップ行ける時間ない、早くもうってなってる最近は。最近発売されたやつめっちゃ可愛いよ、ほんまに熱い、熱く語りたい、本当に本当に可愛くて、ネットでは嫌なんよ。なんかそういうものを、マイメロというものを買うときはもうちゃんと見に行ってどの子が一番可愛いかを選ばないとそう一番可愛いかをやっぱ選びたいそうやっぱり可愛いの選びたいじゃん。ガチ勢しっかりガチ勢だ。熱く語り始めてしまった、ガチ恋感がバレてしまうけん、あまり語らんとこ、もう語らんとこ。現場主義ひなちゃんめっちゃ面白い。そう現場主義なんで、ちょっと現場主義なマイメロでネットとかでね、そんなあんな箱にねちょっとって言ってめっちゃ現場主義本当にそう面白いそうでもファンの方とかがたまにそのマイメロちゃんひながめっちゃ好きって言ってるから、マイメロちゃんのグッズとか送ってくれる時があってね、もうなんか可愛くねこう袋の中に詰められてくるんですよ。めっちゃ可愛いの
ってなすごいいっぱい使ってますね、あの方からもらったやつも。そうサンリオピューロランドのなんかお名前をこう自分で作れて、なんかデコれるキーホルダーみたいなのをもらって、それももうお部屋に飾ってあるし、そう櫛とかもマイメロちゃんもらったの使ってるし、ぬいぐるみも飾ってるし、すごいありがたきですね。マコさん最高かよ、ありがとう。もう一個最高かよ、ありがとう。そう 前にね、マイメロと乃木坂さんコラボしてた時の商品、ひなセブンイレブンだったかな、買いに行きました、抽選したそうでも全然ね、なんかいいの当たんないの残念。そうくじと言ったらさね、あー何ーちょっと待ってね、今絶対クマちゃんとったの、うん、フランミルクさん、クマありがとう、クマ。そうあれです、今ローソンさんであれやってるじゃないですか、鬼滅の刃との抽選くじやってたじゃないですか、あれ一瞬で終わりましたよね、なんかやれたと思っていたらもうなんか怖っ怖い、みんなガチ勢だと思って、うんね、びっくりだよね、ヒナめっちゃやりたかったの、うーんすごい人気ね、本当にすごい人気、そう言ったんだけどな、2店舗行ってもなかった、発売日に行ったんだけどね、なかったんですよね。そうやっぱりガチ勢さんとかはもうその日になる時からもうずっとコンビニにいるのかなね置かれた瞬間もうさあみたいなやるのか、持ってる人いるのかな、配信見てる人で鬼滅の刃くじできた人いるのか、なかなかいなさそう問題になってるね、すごい大人気で、鬼滅のコスプレは内緒です、内緒です、誰さんをするのか内緒です、秘密中。いやじゃあかわいすぎて社会問題に、いやもうならんならん、今回の公演のダンスが難しかった曲は、日向的に難しかった曲でも難しかった曲はめっちゃ練習するけど、なんか意外にこれは簡単だと思って後から練習しようと思った方がもうなんか覚えられなくて、難しい曲いっぱい覚えたもう簡単な曲でも覚えられなくなっちゃって、すごい難しかったの「チューしようぜ」なんですよ一番最初の「チューしようぜ」が一番難しい、一番最後に覚えたんですよ、もうあかん、覚えられんって感じそう本当に難しいのからすぐ覚えてたらそっちはなんかすごいいっぱい練習できる期間があるからできるけど、簡単かなと思ってちょっとね、とりあえず置いといたやつがすごい難しい、チューしようぜね、でもチューしようぜはみんな遅めの振り入れだったから、そう左利き、そうだね、左利きが一番難しいかも、キスだって左利きが一番難しいな、うん、あれが一番練習したもんだって、そう確かに、めっちゃマイクがもう左右もうこんなんなるんですよ、マイク左右こんなんなったらめっちゃむずいんですよね、そうめっちゃ
むずいですそうね、手遅れカーションは立ち位置が難しいです。なんか歌詞とかにすごい振り付けが合ってるから、振り付けが覚えるのがそう簡単なんですよ。そういうのはね、なんか振りに合ってるから振りと歌詞が合ってるから覚えれるんですけど、立ち位置がめっちゃ多いんですよね、あの曲。そう、立ち位置が覚えるのが難しかった、うん、あれかっこよかった、嬉しい。そうでもすごい、キスだって左利きをマイクこうなるから、もうの時のマイクがこっちとこっちがある人なんですよ、ひな。こっちやってこっちやってこっちやる人です、ひな覚え方やばい。1番サビこっちで、2番サビこっちで、最後サビこっちですやばい覚え方、マジで大変ですね。山ちゃんパンパクパン、ありがとう頭こんがらがるよ、本当に忙しいよ。あれマイク落としそう、本当にそれ。シキメロ、シキメロ、マイメロディうんうんうん、あ、神々しくなっちゃうね、うんうんうん、すごい喉痛い。そしてね、なかなかね、こうなんだろうな、キスが結構多いかも、初めの方は。初めはチューしようぜでいっぱいね、こうやって投げチューしたりするし、キスだって左利きもね、キスだーって言ってやるしやるし手をつなぎながらとかはないか。そうでもうん、多いですね、チューって感じ。タマピをチューした、そう、タマピをチューしてるんで、そこも見どころですね。ユニットの選曲天才すぎる、わかる、ユニットいい曲ばっかり、すごくわかる。またいつかプロデュースして、やりたいね、楽しそう。考えるのメンバーとか考えるの楽しいだろうな、うん、彼女とは本当に何もなかったと聞かれても、かっこいい、表面張力とてもかっこいいです。ここめっちゃ頑張ったなって思う、表面張力見るたびに。まばたきさえもできないくらい、ここが好き。うんうんうん、セリフにドキドキそう。昨日は残念少女というユニットでね、セリフを言ってるんですけど、昨日もあれ言うときドキドキしてます。もっとね、完璧できるように頑張ります。に、握手会でセリフ言ってほしい。じゃあ、ホースシングルの握手会で会いに来てください。うんうん。皆さんすごく良かった、嬉しい、ありがとう、頑張った甲斐があったよ。これからもね、もっともっと良くなると思うよ。
タガトヨルスまた聞きたい。本当にさ課外活動公演はいつあるんだろうね。静かに終わらせないよ私は静かに終わらせないから。私はやりたい、私は課外活動公演やりたい、私は静かに終わらせないよ。山ちゃんなんだっけめっちゃ可愛い、ありがとう激しく同意ね、みんなね、チャーミングドリップ公演するって言ったら来るよね絶対みんな来るよね、意地でも来るもんねみんなね、そのチャーミングドリップっていうねユニットがあるんですけど、そうひなとココとみーちゃんとアリのんとぬジホンヌですね。そう来るよねみんなねちゃんと嬉しかった。それな倍率高いからか、倍率高くてあんまりできるのかなね。そのちほちゃんだけ一文字なんでぬって呼んでるんで、ぬ、そうだよね。そうでも今命は美しいやれって言われたらできる自信がゼロ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 だな。美しい難しいんだよな乃木坂さんの曲です、あれ難しいそうサビが難しい。すごい手がめっちゃ動く。インフルエンサーインフルエンサーもっと難しいやったことないけど、チャトリ急に見たくなってきた。そう日のもずっとやりたいなと思ってるチャトリは。今日はもあれ難しいよね、キャキさんのダンスいつも難しそう。48分になったのでスペシャルギフトを読み読みタイムに入りたいと思います。フラミルクさんクマありがとうね、クマラベルさんもさゆさありがとう、バケモン好きの匠さんこたつありがとう、コックンハートありがとう、ドリームコーさんバラありがとう、トモヤさんハートありがとう、スケさんイスありがとう、ルイショウさんハートありがとう、プヨさんトットイありがとう、デブニョコバありがとう、瀬戸魚太郎さんトットイありがとう、ヒデヤのヒデさんハートありがとう、プヨさんかわいいありがとう、ヒラタクさん花束ありがとう、ショウタさんアイスありがとう、ヒデヤのヒデさんオープンありがとう、ヒラタクさんハートありがとう、ティーさんこたつありがとう、オニッシーさんアイスありがとう、オッケーさんハートありがとう、いっぱい、カスクダルマありがとう、いっぱい、ヤマちゃんめっちゃ可愛いありがとう、ユージさんアイスありがとう、タカタカさんハートありがとう、ナイショウさんダルマありがとう、ハートもありがとう、徳島ひっくんタコありがとう、タカタカさんもいっぱいハートありがとう、だるまもありがとう、ホテッドの坂道グループ行こうへ、きがいさんだるまいっぱいありがとう、ねしおさんありがとう、バラもありがとう、ホテッドの坂道グループ行こうへ、きがいさんお疲れありがとう、友人さんバラありがとう、つーさんハートいっぱいありがとう、バラもありがとう、なかぴーさんありがとう、テッドアンダー坂道グループイコールキャラさんニューありがとう、
タキーさんありがとう。とお疲れありがとう。はい。リリー星人さん可愛い、ありがとう。びっくりマークさん尊い。あね。なんで。なんで落ちたの今。ね。なんで落ちたの。ぷんぷん。誰かなんかやったやろう。ねやってない。やったやん絶対。絶対やった。うん、はじさんハートありがとう。ひろさんかわいいありがとう。かずさんもかわいいありがとう。でもやこばありがとう。そうやったんかなってやったんこらやほまそう、もう終わる時間ですけどね。そう今日は公演、みんなちゃんと DMM さんとか生で見ましたか。はい。そう、見れなかった方もね、これからもまだまだ僕たちの恋の予感公演はあると思うのでね、生で見に行きたい、 DMM で見たりしてみてください。ね、待っております。そう、いや、ひなが本当に嬉しいのがね、もうちょっとで生誕祭ができるんじゃないかなと思ってニヤニヤしながら待っております。ニヤニヤしながら、それだって。そう、ひな誕生日が近くなってくるとちょっとニコニコしてきちゃうタイプ、めんどくさいタイプだから。そうね、アイドルになってからちょっと誕生日の楽しさが100万倍くらいになったので楽しみ。うん、今日すごい部屋と合ってない服装すぎ、めっちゃ面白いんだけど。うん、ヘラヘラしてます。あと10日ぐらいからはもうお祝いみんなしてほしい。めんどくさい人。そんなことは言わんけど、前日はお祝いしてほしいタイプですとね。ねえ、うん、朝休みだったらよかったんだけどね。休みじゃないんだよね。ということで、ランキングを読んでいきたいと思います。ランキング13位が直木流れ星さん。うん、おつぴょー、頭おつぴょー、好きな人、ハートハート、おおつぴょーありがとう、ハートハート。はい、12位ひろさん、矢田ひな、かみむし、アットマーク恋の予感公演お疲れ様、ありがとう。今日は2回公演でした、ありがとうね。11位翔太さん、アットマーク今日成人式だった、そう、おめでとうございます。アニピオも今日成人式。同じだね、おめでとう本当に。10位はりょうさん、おめでとうございます、りょうさんのことが好きなさん。9位はフリザムさん、おめでとうございます、あとはお芝居一人じゃなきゃダメ、当たり前やなか。そんなね、2人も作ってよかったわね。もうひなはメンヘラになりませんので。そうですよ、ダメですよ、一人の人は愛すのが一番いいと思います。ひなは8位はフランミルクさん、頭くひなぴょうし、ありがとう。これからもおしめにしてください、選んでね。7位が
ジョンさん、僕声公演楽しかった、2日間ありがとうって、本当に2日間も来てくれてありがとうね、ジョンさん、またおいでね、待っております。 8位じゃない、6位がのりしおさん、頭が残念少女のセリフにリアル感ありすぎす、お嬉しい、頑張ってなりきってやってるのでね、毎回もっともっと成長できるように、なんか演技の練習もできそう頑張ります。はい、5位が山ちゃん、頭くずきさん、僕恋楽しかった、 TDCM もワクワクって、おー嬉しいね、僕恋来てくれてありがとうね、 TDC もねすごいって感じなので待ってます4位が徳島のひっくん、頭く25日大阪ツアー、昼夜入るよ、おー昼も夜もお待ちしております、ダブルで来てねね、それも楽しみだね、いっぱいライブしてる。3位がホテト&坂道ぐるぐるしてた、おめでとうございます、ホテト&坂道グルービーコロギカイさんのことが好きだぞ、3位、そして2位がザキさん、あとはくースイフのん時フリコピで湧いてたわらそうスイフね、すごいフリコピしやすいしね、あもう本当に当時のチーム B 推しさんはきっと推してた方はあると思うんですけど、みんなこうやってやってるんですけど、そうコピーしやすいんですので覚えたらもっと楽しいかもね、周りに迷惑かけない程度にそして1位はドゥルルルパーン、ボンさんです、おめでとうございます、トマークナーサーセトレ噛みすぎる、特にアンコールということで、アンコールね、アンコールすごい盛り上がれるよね、たくさんこれから前に来てね、待ってるよ、はい、それでは今日も来てくださった皆さんありがとうございました、ちょっとスクショしてもいいですか、スクショふんふんふん、スクショでした、はい、ということで今日は僕恋2回公演で、昨日は初日公演だったんですけどね、そういろいろといろんなまた新しいひなちゃんがこの公演で見れると思うので、ぜひ見に来てほしいなと思います、それでは今日も見に来てくれた皆さんありがとうございました、スペシャルギフトのコメントもたくさんありがとうございます、読めなかった方ごめんなさい、でもね今日読めなくてもね、ここのハートボタンをね後ろからピンクに変えといてね、フォローしといてくれたら皆さんが配信した時に通知が来るので、今度の配信でも読まれるかもしれません、はい、あとツイッターもインスタグラムもやっているので、どちらもよろしくお願いします、そう今日はねインスタをこの後投稿するものはないので、インスタストーリーに動画を投稿したいと思います、ではお楽しみにバイバーイ、すごいなんか声が枯れちゃって、なんか声が枯れちゃってというか声が出にくくて低めのトーンでお送りいたしましたそう低めのトーンでお送りしました、申し訳ありません、では皆さんも明日もねお仕事あると思うんですけど、あるのかな、月曜日だからあるか、お仕事か学校頑張ってください、ありがとう、でも明日もお仕事頑張るので一緒に頑張ろうね、バイバーイ、バイバイキン、あと30秒ぐらいフォローしましたか、皆さんフォローしたかな、フォローしてね、まだだった、じゃあバイバイ、おやすみ、バイバイ長い時困っちゃうフォローしてねー。